お元気ですか、僕趣味です。今日は2023プロ野球チップス第1弾開封動画11回目でございます。11回目はね、10袋目でございます。最新ですね、白菜カードとねラッキーカードが出ておりませんのでね、今回は10袋なんでね、ぜひね当てていきたいなと思っています。それではやっていきたいと思います。では11回目の1袋目でございます。で埼玉西武ライオンズの、これは與座海人投手でございます。で最優秀中継ぎスター、これは中日ドラゴンズの、ジャリエル・ロドリゲス投手でございます。2袋目でございます。で、キラカード出ましたね、ついに。あ、初めて出ました。レジェンドカードですね。元北海道日本ハムファイターズの杉谷拳士選手がつい出ました。キラカードが出ました。これをね、目指してましたけどね、ついに出ました。で、ヤクルトスワローズの高橋奎二投手でございます。で、3袋目でございます。オリックスバファローズの山崎達也投手でございます。埼玉、失礼しました、北海道日本ハムファイターズの上川畑大吾、内野手でございます。4袋目でございます。阪神タイガースの伊藤将司投手でございます。で最多安打の、中日ドラゴンズの岡林勇希外野手でございます。5袋目でございます。福岡ソフトバンクホークスの藤井光也投手です。で東北楽天ゴールデンイーグルスの小深田博人内野手でございます。はい、続いて、ね、6袋目でございます。阪神タイガースの岩崎嗣投手でございます。中日ドラゴンズの大野雄大投手でございます。7袋目でございます。で、またね、久しぶりの新しいスターカード出ましたね、東京ヤクルトスワローズの田口和人投手の、ね、こちらカードでございます。で、読売ジャイアンツの丸義弘外野手でございます。これで8袋目でございます。で、読売ジャイアンツの大勢投手のね、これ新人王を取った時のねカードでございます。で、ヤクルトスワローズとね、日本選手最多となるシーズン56号本塁打を放った時のね、村上選手でございます。ヤクルトスワローズでございます。9袋目でございます。で、久しぶりにまた出ました、白サインカードがついてました。福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐外野手の白サインカードが出ました。久しぶりのね、白サインカードでございます。で、盗塁王の千葉ロッテマリーンズ高部明人外野手でございます。で、最後の10袋目でございます。
で久しぶりのレジェンドカードでもね、白サインカード出ました。元東京ヤクルトスワローズのレジェンド、これは内川浩一選手ですね、内野手の、これ白サインカードでございます。レジェンドもねついに出ました。で最後は東北楽天ゴールデンイーグルスの辰巳良介外野手でございます。はい、以上で2023プロ野球チップス第1弾開封動画第11回目終わりたいと思います。今回はすごかったですよ。で、キラーカード2枚に、白サインカード2枚でございます。しかも1枚1枚がねレジェンドという、おまけ付きでございます。今回はこれ非常に大満足しています。またですね、コミュニティの方にも上げておりますが、またプロ野球カードもね、その開封動画のやりますのでね、プロ喫茶、またね、開封動画やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。